魚、お魚。子どもたちがこう自由に、想像して何かこう架空のものを作り上げるっていうことがあまり経験としてなんかない機会としてないかなと思ったので、子どもたちは本当に楽しそうで楽しい生き物を考えてくれたのでよかったと思います。はい、ちょうどいいです。奈々ちゃんも先行ってきて。はい、オッケー。